怖いっていうか、っていうより、あんまり変な発言とか根拠のないとか間違ったことを言ってるっていうと、やっぱりあいつはいかがなものかっていう評価につながるという意味では、その発言はある程度慎重に話さなきゃいけないのと、あの立憲が政権取った時にこの国がどうなるのかっていうのは誰もまだイメージできないんじゃないでしょうか。前回の民主党と今回の立憲とはどこがどう違うのかと、で、まあ、我々から見ると、さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております、自由民主党の平井卓也衆議院議員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平井さん、あの今日は昨日と打って変わって、はい、ちょっと後ろにポスター、はい、貼っていただいてますけども、はい、これは何のポスターですか？まあ、これはですね、まあ、自民党の新しいポスターということで、補欠選挙の前に発表させていただいたポスターです。平井さん今まさに広報本部長を務めですから、はいはい、こういうものも全部仕切ってらっしゃるんですね。はい、そうですね。はい、おお、特に今回のポスターのなんか売りとかありますか？あの、まあ、今回政治改革とか写真とかあるんですけど、やっぱりあのまあ、6月からの定額減税も始まるし、経済政策っていうのが、まあ、あらゆる指標ですね、まあ、賃上げであるとか、はい、企業の国内での投資であるとか、いいものもたくさんあるんですけど、その実感がまだ国民に届いてないと。でそれをやるんだという、まあ、岸田あの総裁の思いもあって、まあ、経済政策をあの中心としたポスターにしようということでこうなります。そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、あの後ほど広報本部のお話もちょっとたっぷり聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ本日も箱からテーマ引いていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、何番でしょう？3番。お、自民党の会合って怖いんですかということで、ちょっとこれなんか面白いテーマになってますけれども、まあ、自民党といえばたくさん組織があってですね、まあ、いつもなかなかこう議論をたくさんしている印象があって、一般の方からすると自民党の会合ってちょっとこう怖いんじゃないかっていう印象を持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、今こちら出てるのは自民党の組織図ですね。そうですね、まあ、あの今広報本部長っていうのは党7役の一人なんですけど、まずあの総裁の下に役員会、役員連絡会ってあるじゃないですか。でこの役員会っていうのはもう本当に役員衆参の役員だけでやるんですけど、まあ役員連絡会っていうのはもうちょっと多い人数で幹事長主催でやるんですね。であのこの2つの会議がまあ情報共有とかそういう意味では一番だと思います。ああそうなってるんですね。はい、あとはあの総務会ですね。この総務会は総務の委員、で、その森山さんの下で集まって、でまあここはあの意思決定機関ですから、あの政調審議会から上がってきた、その法律、提言等々をここで議論するということです。はあ、あの、はい、平井さんも過去にもいろんなその党内の役職も務めだったと思いますけれども、はい、どうですかね、この、まあ、あの時とともに自民党の組織というのも少しずつ変わってきていると思うんですが、例えば広報本部でいうとやっぱり以前よりかなりこうなんていうんですかね、重要度が増しているような印象もあるんですけど、どうですかね。選挙が近いと重要度が増す、ね。そうなんですね。であのこれ私2回目なんですけど、そうですよね、はい、まあ、前回は参議院選挙前でやったり、閣僚じゃない時においては、広報本部の何かしらの、あの仕事はずっと必ずかかってると確かにもう自民党の広報本部というよりはあの平井さんの名前、必ず名前が上がりそうな、ちなみにこうちょっと全然あの私とも分からないんですけども、例えば自民党内のいろんなこう本部とか役職の中で人気のこうポジションとか組織ってあるんですか？人気は何でしょう、あのそれはね、
一番権力があるのは何といっても幹事長ですよね。幹事長だと。で幹事長ってこれ慣れるしと、これ総裁より難しいんじゃない？幹事長ってそうなんですか。ある意味そうだと思います。そうなんですか。そのなんかどうして難しいですか。やっぱり違う理由で選ばれる。やっぱりね、その権限があまりにも大きいんですね、幹事長は。総裁とは別の意味での権限が。そうですそうです。で総裁よりも、まあ、あの党のもう全ての権限は集中してしまいますので、はい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 、まあ、ですから総裁を支える立場であるけど、うん、幹事長っていうのは、まあ、選挙であるとか政策活動であるとか、まあ、全てにおいて、党のお金の使い方に関してはやっぱり権限が強いと思います。なるほど。まあ、やってみたいと私も思いますよね。あ、そうですか。はい。お、他に例えば平井さん、あの政調副会、副会長も、副会長とか代理とか、やられてましたけど、政調会も結構人気なんじゃないですか。政調会も人気で、その若い人たちの登竜門っていうのは下にあるあの部会ですね、はいはい、部会長部会ですね。私もあそこでね、あの2回総務部会長っていうのと経産部会長っていうのをやったんですけど、その時が多分一番議員としてあの力がつくんですよね。それどうしてですか。いやもうね、全省庁というか役所がもう完全に支えてくれる、はいはいはい、そしてあの法律は全部この部会であの上がってくるので、うん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 、でみんなだからこのどの部会 で、うん、でやるのかっていうようなことで、その人のやっぱり専門分野っていうのは決まってきて、厚労をやりたい人はやっぱり厚労部会長を目指すし、外交とか安保をやりたい人はそれぞれ、はい、あの部会をと、選ぶということですね。はあ、これ例えばあの教えていただきたいんですけども、一つある政策とかある法律を通したいってなった時には、例えばその自分の部会が自分のメンバー、自分がその部会のメンバーだとして、どういうプロセスでこうやっていくものなんですか。まあ、あの議員立法等々もあるんですけど、ほとんどがその、まあ、閣法といって、それぞれ各省庁がついてくる、でその法律の中身の審査をする責任者が部会長っていうことなので、あのこの部会が通らなければ法律 という形にならないので、はいはいはい、まあ、一番重要です。細かいところまで議論をするのはそれで、部会をクリアしたら次は政調審議会、そしてその最終的には総務会に上がっていくんですけど、上でひっくり返すっていうようなことは実はなかなかないんで、なかなかないんですね。その部会の段階、まあ、部会は、あの荒れることがよくあります。ああ、そうなんですか。ここでじゃあ本当に本質的な議論をかなりするということですか。意見が分かれるっていうのもその部会の場で、まあ、いろんな意見が出てその紛糾することもあるのが部会ですね。このでもやっぱり部会での議論を見てると、あ、やっぱりこの議員はちゃんとここの専門性があるなとか力があるなっていうのは分かる。あのね、その発言を見てお互いにそれぞれの議員の理解度とか能力とかプレゼンテーションのうまさみたいなものを評価するんですね。おお、面白いですね。おそらく役所もそうだと思います。はあ、なるほど。この議員は手ごわいとか、これはちょっとダメだとか、はい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 、いろいろあの、まあ、だから一番議員としてその、まあ、能力が磨かれるし評価もされるのが部会長というポストだと思います。はあ、面白いですね。そのやっぱじゃあその部会の中でやっぱりこの人はだんだんこう能力あるなっていうことがこう分かってくると部会長になったり、そうですそうです、その先はどうなってくるんですか。そうすると、まあ、そうしたら、まあ、あの今度は役所で、大臣とか副大臣とか、副大臣とか大臣になっていくっていうことで、はあ、そうなんですよ。はあ、こうそこにやっぱこのある程度実力主義でこう上がっていく、そうなんですね、やっぱりこう仕組みがあるんですね。ただデジタルっていうのはないでしょ、部会に。確かにないですね。いや、ないですよ、こうやって見ると。デジタルはどこに入るんですか。いや、デジタルっていうのは、まあ、あの政調会長の元にあるんですよね。はあ、そうなんですね、はい、あるんですけれども、あのまあ、ちょっと部会とは違うんだけれども、このデジタルの各その事務局長っていうのは最終的にその、まあ、デジタル庁のポストについていくというようなことになるんですね。これでも例えばこういうデジタルみたいな新しい政策分野が出てきた時に、いずれ例えばそういう部会ができるとかっていうこともあり得るんですか。あんまりない。それはあんまりないですね。あんまりないですね、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、あとなんか一時的になんか特別なことをやるって言った時には、
あの別にプロジェクトチームを作ってやるっていうことだと思います。そうなんですね、はい、へえ、いや面白いですね、ありがとうございます。ちなみにあのこのテーマもともと自民党の会合って怖いんですかっていうテーマなんですけど、怖いですか？まあ怖いっていうか、というより、あんまり変な発言とか根拠のないとか間違ったことを言ってるっていうと、やっぱりあいつはいかがなものかっていう評価につながるという意味では、その発言は、まあ、ある程度慎重に話さなきゃいけないのと、はいはいはい、まあ、我々から見ててやっぱ評価が低くなるのは、うん、同じようなことをダラダラと長く話す、うんうんうん、話の内容がまとまってないっていうのがやっぱり評価が低くなっちゃうので、なるほど、でそういう意味では整理して発言しないと、思いつきで話をしてるかどうかっていうのは、周りの議員や幹部に見極められちゃうっていう意味では、皆さん緊張して喋るんじゃないでしょうか。なるほど。ちなみにこの、まあ、これまで平井さんも長く議員活動されてきてますけども、うん、この部会での議論を聞いて、例えば最近の自民党の若手の方ってどうですか、優秀だなと思ったり。いや、めちゃくちゃ優秀ですね。おー、そうですか。今当選1回生なんかは、はっきり言って、まあ、よくぞ政界に来てくれたっていうぐらい、みんな個別に能力も高いし、あ、そうなんですね、はい、自民党は人材が、若手人材揃っていると思います。うん、なるほど、いや、ありがとうございます。まあ、そういう方の登竜門として機能して、はい、ゆくゆくはこう、ね、国政の方で。お、ちなみに、あ、すいません、この目の前にあるこの冊子、はい、これはあれですか、これは広報の自由民主集。あ、自由民主ですね、はい、自民党の広報誌ですね、はい。まあ、ここはこういうファクトベースでいろんなもの、で あとはこれリブルという広報誌、はい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 、これ結構なかなかすごい、なんかちゃんとした冊子ですね。ちゃんとしてるんです。で今回のポスターを作った時の記者会見の模様とか、はいはい、お、経済再生、これはどこに行ったらもらえるんですか。これ自民党の党員だったらもらえる。定価320円。定価320円で売ってるんですね。はいはい、こっちはあれですか。定期購読です。定期購読ですか、うん、はい、これもそうですね。これもそうなんですね。はい、残念ながらただでは配ってます。まあ、お金がかかってるんですね、はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ次のテーマいきたいと思います。またこちらからよろしくお願いします。はい。はい、5番。5番。あ、次期衆院選一体どうなるということで、まあ、昨日もですね、少し、衆院選のお話もしていただきましたけども、うん、今年中に解散総選挙があるんじゃないかと噂されていますけれども、平井さん、ずばりいつ頃解散になりそうですかね。どうですかね。まあ、まあ、この間も、まあ、総理ともちょっとお話ししていただいたんだけど、まあ、政策を前に進めるっていうことで頭がいっぱいで、解散っていうのは今考えてないというふうに思います。なるほど。私の見るところですね。で、まあ、来年の10月まで実は任期があるので、その間でどこで選挙をするのかっていうことになると思うんですが、今すぐではないだろうと私は想像してます。なるほど。そうすると、まあ、まあ、たまにこうね、憶測って6月に解散するんじゃないかみたいな記事も出たりしますけど、まあ、その可能性はちょっと低そうだっていう、まあ、日程的にはきついと思います。きついんじゃないかという、はい、まあ、それよりもまだまだ法案も通ってませんし、会期内に、ちゃんと法律を成立させるっていうことの方が重要だと思っていて、なるほど。まあ、そうなると、9月の総裁選の後の方が選挙になる可能性は高いと思います。なるほど。はあ、ありがとうございます。まあ、次の衆院選に関してですと、まあ、こんなニュースも出ています。まあ、与党過半数割れにということ、連合基本方針見直しと書かれていますけれども、まあ、これはやっぱり立憲民主党と国民民主党の距離感が少しこう変わってきてるかなというのが最近の状況だと思いますが、やっぱりどうですかね。野党がまとまると自民党的にはちょっと怖いですかね。どうですかね。まあ、うまくまとまるっていうことがおそらくないと思うんですよね。で、政策もよくよく聞いてると全然違うし、なので、選挙の時にはお互いに協力するけれども、最終的に
一緒に物事を進められるようには私からは思えないんですよね。なので、うん、あのこの与党を過半数割に追い込み、今の政治をリソットするっていうふうになってますけど、その野党で素晴らしい政権を作るとも言ってないわけですよ。なるほど、なるほど、まあ、確かに、まあ、だから、そうすぐ作れるとは思わないんですね、うん、なるほど、まあ、なので、まあ、あの自民党とそのどっかの連立も含めて、あの今の要するにこの圧倒的な強い与党と野党っていうものを、まあ違う形になればいいんではないかと思ってるんでしょうね。それはやっぱり、平井さんがおっしゃるのはやっぱり野党の、まあ、各政党を見てもなかなかその基本的な政策の部分で一致が難しいから、そうですね、やっぱり政権難しい。だからこの国をどっちに連れていくのかって、うん、外交や安全保障に関しても、うんうんうん、あのおよそ一枚岩で野党ができるとは思えないので、うんうん、まあ、そこらあたりのことはやっぱりあの国民も心配なんではないかと思います。なるほど。これ逆にこう今は自民党と公明党という2つの政党で与党を作ってますけれども、でもこう自民党と公明党それぞれ政策的に見ると個別の政策で見ると違うものもありますよね。この何が違うんですかね、この与党、今の与党と野党がこうひとまともになれないのと。あの公明党とはもう20年以上やっていて、で野党に転落した時もその絆はその保たれたわけですね。なので一応一石にできることではなくて、なるほど、そのこの党との連立とかそういうのはもう相当なエネルギーがいるということ、簡単ではないということですね。なるほど、それ一朝一夕ではなかなかできないよと、はいはい、ありがとうございます。まあ、続きまして、ちょっとこういうデータもございますけれども、これは選挙ドットコムの5月の調査でですね、実は、これは政党の支持率ではなくて、次の衆院選で比例でどこに投票しますかという調査をした結果がこちらになります。で、まあ、自民党よりも立憲民主党が比例の投票先だけでいうと電話調査では上回っているというこういう状況になってますけども、平井さんどうご覧になりますか。これはどうですかね、うん、まあ、ここまで立憲さんに支持が集まるっていうふうには全くその想像できなくて、うん、ああそうですか、はい、で立憲が政権取った時に一体この国がどうなるのかっていうのは誰もまだイメージできないんじゃないでしょうか、うん、前回の民主党と今回の立憲とどこがどう違うのかと、うんうんうん、でまあ、我々から見るとその共産党さんとの距離とか維新さんとの距離感がもう全くわからないと、うんうんうん、で同じようにそのもともと同じ政党だった国民民主党との、はい、その一体何がどう違って分かれているのかも分からない、うん、まあ、あのこの立憲の 27.3 っていうのは自民党の補給を据えたいっていう人の、うん、つまり立憲が今のところ自民党の批判票の受け皿として一番うまく立ち回ってるっていうことじゃないでしょうか、うん、なるほど、まあ、どっちかというと消極的なこう支持に近いんじゃないかっていう、ね、全くそうだと思います。あの、まあこの、まあ、いろんなところに多分その支持の理由はあると思うんですけども、こう一方でこの自民党の、まあ、投票先としての支持が少し下がっているというやっぱり現状に対して、ここからこう支持を取り戻していくためには何が必要だと思いますか。あの要するに築城3年落城1年っていうこともあって、はい、もうあの時間をかけて地道にその成果を出していくことと丁寧な説明をしていくぐらいで、一発逆転の奇策みたいなものはないと思います、ね、ああそうなんですね、はい、それはやっぱり自民党内の他の議員の方々もなかなかその奇策ではなく、そうなんですよ、やっぱり地道にやっていくしかないという空気なんですかね、はい、でこれ野党の今、まあ、ある程度の数字出てますけど、なんか一つ失敗するとこれ一気になくなりますよね、はいはいはい、確かにそうですね、まあ、そのぐらいこういろんな理由でやっぱり変動していくということですね。はい、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで、本日はここまでとなります。また明日最終日、平井さんにご出演いただきますので皆さんぜひご覧になっていただければと思います、はい、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もお寄せください。本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。
スマホ世代の有権者に思いを伝えるなら、コネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で、1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので、抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上、政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告、始めてみませんか？どうも自民党だけはパーティーしているように思われてますが、もうあえて申し上げますと、野党の皆さんも熱心にやられてます。団体献金もそうです、まあ、ですからこういうものが危ないっていうことを世の中の人に、はいはいはい、そんなうまい話はないぞっていうようなことをやらなきゃいけないし、有名人が本当に無断で使われているので、それをもう鵜呑みにしないっていうようなことがあると思います。なるほど。で、まあ